はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー3ピクセルリマスター第9回、なんか古代遺跡、遺跡よくわかんねえやのところに行くところですね。で、インビジブルでこの山を駆け回っていくわけですけれども、編成は魔剣士2人になってます。で、一応ね、これで見れるのか、ジョブ熟練度を10まで上げました。2人ともこいつが10になったところで一旦稼ぎをやめて、洞窟の方に向かっていきたいと思います。ここは山を越えていくん でインビジブル敵が出るんですけど、ここは大砲の援護射撃があるんで、だいぶ楽には進んでいけるかな。これがまためんどくさいよね。どっちだ、どっちか。基本的にはくるーっと回っていくような感じでいけばよかったと思うんで。しまって、超えられん。シムル280、大砲の遠隔射撃もかっこいいから。で、全切り全切り、防御防御でいいでしょう。魔導士系はこれで一掃。熟練度73とかすごいよね。もうずっと白魔導士やってるから。んこれ超えられるか、こっち。あ、超えられるわ。で、こっちの、こっちの、ここを超えられるか。超えられた。まあ、寝る必要はないかな、大して減ってないんで。では行きましょうと思ったらガーゴイル。ここはもう全切り全切り行こう。いや、ちょっと全切り弱いな。普通の攻撃に比べればさすがに弱い。暗黒の洞窟か。私は修行のためファルガバードからここへ来た。どうやってだよ。普通の剣では倒せん。逆に分裂したりする。まあ、入り口にいるってことはすぐ帰れるってことだからね。宝箱は見逃さない。ラミアの鱗って何？ラミアの鱗持ってんじゃん1個。コンフィか。ピンクの魔剣士ってことは女性かな。4体いるときは全切りでいこう。で、プリザがゴーレム持って。いや、集中攻撃を食らうと1177。待て、防御力なさすぎだろ。一手に引き受ける。おとりが必要か、これは。もしかしたら一線切り、防御防御表示だ。熟練度は12。ちょっと待って、マジで幸先が不安すぎる。まあいいや、このまま行こう。ちょっと危険の感じたら黒魔導士をあれにしよう。バイキングにしよう。バッカスの酒大丈夫ですか。私の暗黒剣はまだまだ未熟。ここで何かもあったのも何かの縁。いや、お前うわ死んだ。そういうことか。お前の意志は俺が受け継ぐ。てか防御力がなさすぎて装備できる防具が全然ないからさ。プロテストか。いやー、だって3回しか使えないからね。防御しとこう。よし、いいね。300、早めに攻撃してくれ。マジでこいつら基本的にそんなに経験値持ってないから、ね、これで倒せれば OK。1700とか少なすぎだろ。これだから分裂キャラクターは嫌なんだよ。地下3階、ゲーやばくねえかこれ。ブリザラは魔法だから。よし、このまま行こう。全切り全切り、押し切る。ダメだ、後ろだから。攻撃攻撃、ブリザガ、ブリザガとか、あと何回使える？ちょっと使いすぎてるよね。ここボスがいたと思うんで。で、回復はケアでいこう。
ちゃくちゃ使うな。麻酔針、ここか。3体の時はやっぱ全切りでいこう。で3ダラか。なんだパイダーの方がいいか。防御500とか食らいすぎだろ。3ダラやばい、死ぬ。地獄の馬が結構強いな。熟練度がどれだけ関係してるかだよね。一応10まで上げたんだけどさ、熟練度が上がってないのと上がってる状態だと何が違うのかがいまいち分かんない。これどっちだ。あ、上宝箱ある。このパターンか。攻撃でいこう。ファイラーゴーレム、やばいやばいやばい、死んだ。10ヒットとか。攻撃はねめちゃ強い。火力点突破だからな。ブレイク、よし、蘇らせなくては。なんかもっとフェニックスも買ってくればよかったかな。18個。エーテル的なのが未だにないよね。さあ、ここの宝箱何かある。リリスの口づけいらね。で、タイラがあと5回か。ちょっとサンダーで切り抜けるしかない。そうすると、ちょっと攻撃で、サンダーは後ろ、ゴーレムの手も後ろ。倒せねえし、1400で倒せねえのか。サンダーも500しか当たんねえかな。このターンで蹴りをつけたい。ブレイクからのサンダー、だいぶ火力は上がってんな。魔導士系の14回、もう半分近く使ったな。バッサゴ、このパターン多いな。ちょっと待って、これで、これで2体倒せるはず、うまくいけば。ファイラ、むしろ魔法のが安定、むしろ両方倒せないっていうパターン、悲しい。ブレイク、3ターンかかるのは嫌だな。サンダー、よし、これで殴って倒せない。1回1回ヒットポイントがギリギリなんだけど、少なってきたな。あのインビジブル取る、この分裂系の敵が出るようになってからめちゃくちゃきつくなった。これどこに繋がってんのは。ちょっと待って、下は、いや、どうなってる、全然わからん。3体、全切りはどうだ、ありかなしか。一回全切りかけよう。超強い、なぜだ、理由がわからん。ヒット数がやっぱり関係してんのかな。え、なんだこれ。いや、道がさっぱりだぞ。この先なんだなんだ、いかれてんな。全切り、ナンバーワンは菊一文字とアシュラ両方装備してるから火力は出るんだよね。熟練度12、あと8回しか使えない、あと4回。
なんか、いや、ここは違うな。こっちか。地下6階。デスクローがいる。アイテムをちょっと取り逃したくないんだよな、ここは。ゲンジがね、あった気がする。いや、やっぱりアイテム取り逃してるっぽいな、これ。もう地下5階でしょ？地下5階って菊一文字があるって書いてあるよ。どこに？見えないとこにアイテムがあるのか。で、その前に、地下3階。源氏の小手か。2300。殴ってしまった。しまった。超厄介なことをしてしまった。で3だ。でゴーレム。源氏は重要だからな。使えなくなった。あった、源氏の小手。よし、これをパワーリスト装備してんのか。じゃあこっち、やっぱりこの通路だったね。で、宝箱が隠されてるってことはなさそう。見えるところに多分置いてあるから。現地のことで装備したけど、そんなになんか受けるダメージが変わってない気がする。早く攻撃しろ、ナンバーワン。よし、熟練度16。あ、火力高いのが攻めてものあれだよね。ここはさっきと同じところ。長い通路。これで全切りでなんとかなりそうだから。黄色いやつはちょっと弱いのか。ハイポーションちょっと買い込みたいな。で、問題はこいつらなんだよね。あと1回しか使えない。ファイヤー500か。それでも500割ったんだ。もうこれは死を覚悟して攻撃に入る。熟練度70。でも熟練とかもうたまりきる頃にはさ、あれだよね、別のものにクラスチェンジしそう。てかないよな。菊一文字地下5階にあるって書いてあるんだけど、わからん。まあいや、これでも火力は高いし、やってけんだろう。虎鉄ももらったことだし、レベルが結構上がってく。やばい、ハイポーション切れになったらちょっとマジで戻んなきゃいけないな。地下5階、ここにない。いや、わかんねえ。いっぱいいろんなのが出てきた。地獄の馬が厄介なんだよね。そしたら一発で倒せる。うまくいけば。グリザラ。サンダラ。35個。まあいいや、下に降りちゃおう。で、地下6階。で、ここまでさっき来たんだよね。だいぶ遠回りをしたな。で、源氏の盾か。ここは先制攻撃食らってるし、
いや、やばいやばいやばい。ケアルラで一旦回復させよう。オーケーオーケー。攻撃攻撃、ファイヤーゴーレム。一応源氏の盾も取っておく、せっかくだし。どっから取るんだこれ。左からか。これ見れんのマジ助かるわ。ここが菊一文字じゃん。ここにしよう、菊一文字虎徹。これで両方ともそれなりの火力が出てるはず。ちょうど先へ進むところで菊一文字置いてあるんだ、親切だな。火力がマジで上がってくれればすげえ助かる。いや硬い。でこうので、どこ真ん中か。これファミコン版とかだったらもうむちゃくちゃめんどくさかったな。こいつらもめんどくせえ一族なんだよな。上がった火力を見よう。いいね、2000超えるようになってきた。ここ終わったらジョブどうしよう。暗黒騎士強えな。すぐ暗黒騎士って言っちゃうけどさ、 FF4 の名残で。魔剣士攻撃力は高い、防具さえ揃っちゃえばいいと思うんだよね。まあ、2セット用意するのはさすがに大変だから、魔剣士2人はやめておいて、でも最終的には忍者と賢者で揃えるのがいいのかな。ファミコン版に準拠してるんだったらそうだよね。ちょっと使うか。はいはいはいと。どこがどうなってる。宝箱に向かってんな。これなんでデスクローはさ分裂しないんだろう。いや、やべえ、ハイポーションが減ってきた。源氏の盾、ここが源氏の盾か。正直いらんけど。あとは源氏の兜と源氏の鎧か。源氏が揃えばだいぶ耐久力は上がるから。ガントレットが何気に装備できるっていうのが助かったな。ちょっと白魔導士は少しケチってこう、ヒットポイント痛い。セイは食らわなくなった、サンダラ。これってさすがに倒せるでしょ、このターンで。ちょっと待って、マップを、マップなんて全く開かなかったのに。地下8階、これこっちあんじゃん。宝箱がある。で、源氏の家具とかこいつに装備させよう。食らうからね。ダイバーガンな、何にも装備してなかったからね。ゲーバックアタック最悪だ。よし、死ぬ死ぬ死ぬ。待って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 、ブリザが投入しよう。で、ケアルタを全員回復しよう。ただし魔剣士はさすがに後ろにいるだけあって食らわねえな。どうだ、一発で倒せるか。1035か。ちょっと防御しよう。耐えしのいでくれ君らは。結構食らうな、防御しても。 OKOKOK10
クレード80とか、すげえことになってる。まあこれでいこう。で今度はこっちじゃない、またバックアタックかよ。上に集中してくれ。よしよしよし。でここもちょっと攻撃しつつ、チェンジのチェンジ。後ろだいぶ食らわなくなるな。でもなんか後ろでもよくないかふと思ったのが、でも防御の防御でいいよ。え、結構攻撃強くない？後ろでも食らうダメージを考えれば、なんか後ろでもいいんじゃないか説が出てきた。ケアルラで回復回復回復、テレポイ1回分は残しとかないとな。これ何、この謎の。なんかもう防御でいいや。攻撃はもうこいつに任せよ。一手に引き受けてくれ。で下ここはもう同じでいいや。でピンチになったらなんか回復しよう。振ったら早い、これが早い。でハイポーション10個切ったらちょっと冷静に使っていこう。下見える、ただそれだけ。よー、バックアタック多すぎだろ。やばいやばいやばい、死んだ。後ろからでいいよ。でチェンジする。待って、なんか今前に出てきたよね。こいつずっとチェンジしてんな。火力はだいぶ下がってんね。普通のやつにはだいぶ下がっちゃってんな。フェニックス、最悪エリクサーが結構いっぱいあるか。それ考えればなんか使っちゃってもいいか。ケアルッタ一回全体へ。よし、回復量がいいね。これ、あ、しまった。もしかして下に宝箱あるじゃねえかよ。戻るか、絶対欲しい。あれは源氏の鎧でしょ、どう考えても。危険を冒してでも取りに行こう。この下、よし、源氏の鎧で。鎧はデモンズメールしか装備してないから、こいつに装備させよう。でハイポーション、ハイポーション、あ、そっか、別にさ、テレポなくてもさ、ラッコの頭使えばいいだけだ。アイテムで代用できるんだから。700とか食らいすぎだろ。天狗のあくびってなんだ。ケアルラ、レベル2の魔法全く使わねえかんな、通常時だと。どっちだ、こっちか。先手取れればな。全然先手取れないよね。先手が取れないから結局食らっちゃうんだよ。で、ハイポーション、ハイポーション、ここが終わったらハイポーション買いだめしないと。で、ちょっとここら辺から中断1回かけとこう。でヒットポイントだけは高めに保って、ここで中断しよう。よし、土の牙、長きにわたる封印を破る者は誰だ。何かが4人を襲った。何かって何。ヘカトンケイルで、ファイガ、
どうする、プロテスかけとこう。1100600クエイク、マジかよ、つえ。ファイターでどれくらい当たる、強い、これも強い、行こう、ファイガーもう一回で、ケアルダがもう使えなくなってる、最悪だ、ケアルダで我慢しよう。クエイク2発かよ、死亡者は出なかったけど限りなく死にそうだ。ケアルダの回復量によるな、そうすると300か、ナンバー2とか死にそうだな。ちょっとエリクサー1個使ってでもマジックパー回復させておくべきだったな。3高で1300、よーし、クロナ同士がやっぱりそのボス戦でかなり役立つ、魔法効けば。土の牙、動画とウネの松、動画の館へ行かなくては。ちょっとラッコの頭にしよう。で休戦に戻って寝よう。まずは何はともあれ、でナンバーワンはじゃあ負けんしていいや。ちょっとナンバーツーはカラテカに戻そう。妖精の爪で、それによりナンバーワンの装備が最強にできる。菊一文字、菊一文字、源氏、源氏、源氏で揃えられるんで、で魔導士系はまあこれでいいでしょう。召喚魔法全く使ってないよね。ハイポーション99個買うとこれいくらか、あ全然いけるわ。ポーションもなんかちょっと買っとこう。ちょびちょび回復したいとき、フェニックスのはまあ20個くらい買っていいか。よし、オッケー。ラッコの頭2個、だってもう買うもんないっしょ。アシュラとか下がるしね、ディフェンダーとか売ってるし。いや前も見たけどさ、時点はもうちょっと学者を使うっていうことがないからな。じゃあそんなわけで、今回はここで終了して、次回は動画の館から始めていきたいと思います。いや結構つらかったよこのダンジョン、やっぱり、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。